仙台マークワンは、東日本旅客鉄道仙台駅、西口北側にある再開発ビル。地下1階から地上9階までの低層部に、仙台パルコが入り、地上10階から19階までの高層部はオフィスが、入る。地下2階は駐車場となっており、道を挟んで北に位置するオフィス、商業ビルのウェアの地下駐車場とつながっている。建設地は、 面積0.6ヘクタールのブロックで、北側を、指導中京町1号線、西側を指導駅前通線、南側を、交通広場3.21号線、東側を、東日本旅客鉄道起動時期で囲まれる。当ビルは、JR 仙台駅と中心部アーケード商店街の中央通りとをつなぐ途上にあり、1階の歩道と2階の、 仙台駅西口ペデストリアンデッキにより、多層的に周辺地域とつながれている。また、東ビルの再開発に伴い、道を挟んで北側にあるエアとの間に、デッキ広場が、東ビルと起動敷地との間にもペデストリアンデッキが新設され、東北新幹線の高架下を通って仙台駅東口につながるペデストリアンデッキ、その途上には、 エスパル26月18日に開業の北側で入り口も設置されている。このように、東ビルの再開発は、周辺に新たな歩行者専用通路を作る契機となったが、東ビルの低層部に入居した仙台パルコにより、さらなる歩行者動線の変化が予想され、エスパルが上述のエスパル2を回転させたほか、 仙台駅、西口南部にあるイビーンズがギャル系ファッションの手こ入れを行った。仙台駅前の物販活性化に対抗して、仙台市都心部におけるもう一方の物販の局である一番町では、客層が仙台パルコと最も重なるとされる仙台フォーラスが内外層を一新して、店舗を大幅入れ替えし、店舗前のアーケードで仙台コレクションを開催した。また、 仙台三越が隣接するファッションドーム141を一括賃貸して東北地方一の売り場面積を確保し藤崎も建設中の仙台ファーストタワー亭層胸を賃貸して新館を開業する予定とするなど仙台駅周辺からへの誘客対策を講じているさらに郊外でも仙台泉プレミアムアウトレット及び三井アウトレットパーク仙台以降が 同時期に回転するなど、仙台、宮城デスティネーションキャンペーンに向けて、仙台都市圏のみならず、仙台経済圏の商業地図の変革が予想されている。2012年現在、当ビルがオープンする以前のアエルに類似し、実質的にオフィスフロアとして使用されている11階から19階のうち12階は、ハローワーク仙台が設置する、 仙台学生職業センターと宮城県が設置するジョブカフェ13階から18階にはいずれかの労働者派遣事業者が入居しているなど派遣ビルの様相を見せているところが見られる仙台市の環境アセスメント条例の適用回避のためビルの高さを100メートル未満として建設されたその高さでは十四階か十五階建ての計算だったが株式会社 パルコ川が1階と9階の各々の飲食ゾーンの天井を高くしたいと要望して低層部の健康が高くなったため高層部のオフィスは10階分に減った。塔ビルが建つブロックは江戸時代には石巻街道につながる東西メインストリートの中家町に面し仙台城下町の東の入り口として武士の家が並んでいた。1887年に 東北本線が開通すると、仙台駅前の地位を得る一方で、従来の表道だった中家町側では、踏切が設けられ、次第に開かずの踏切となって、線路の東西での交通が滞った。改善策として1921年に、古墙橋である宮城の橋が開通し、東西の徒歩、馬車、自動車の交通の地位は、X 橋が担うようになる。 その一方で、1925年に、宮城電気鉄道、仙台駅が、地下駅として西口広場に完成し、また、1926年には、駅前通りとともに、仙台市電が開通して、仙台駅前駅が設置され、当地は、人と交通が交錯する場となった。1945年7月10日の仙台空襲で、被災し、戦後占領期には、 仙台駅前広場に面して GHQ スキャップ鉄道司令部が置かれ、周辺も低層住宅兼店舗がひしめいていたが、昭和30年代初頭から戦後復興区画整理事業が行われて第一ビルが立ち、その後は雑居ビルやタワーパーキングなどが建設された。中心部アーケード商店街の中央通りと仙台駅とをつなぐ途上の一等地でありながら、 10階建て未満の建物数棟が立つのみに止まっていた当地は、今回の中央一丁目第二地区第一種市街地再開発事業により、ブロック全体で一体的に再開発された。再開発促進協議会が結成されたのは、当地と道を挟んで北側に隣接する再開発ビルのエアが竣工した1998年。それから10年の歳月をかけて、 完成に至る。完成時期は、ちょうど、仙台、宮城デスティネーションキャンペーンの直前だった。総事業費180億円のうち、国、宮城県を呼び、仙台市からの補助金が合計で約42億円、店舗保留床処分が、約120億円、オフィス保留床処分が、約17億円となっている。ありがとうございます。